暑い。7月もね、後半に入りまして、ちょっとね、夏休みシーズンですね。まあ、ご覧の通りめちゃめちゃいいお天気です。そして暑いです、つい今さっき相模原のインターのあたり過ぎて、宮ヶ瀬通しの方に向かうとね、パチンコ屋さんあるじゃないですか。あのパチンコ屋さんもね、すぐ近くの横断歩道でおじいちゃん待ってたから止まったんですよ。しばらく走ってて、後ろから白バイ来てるなと思って、白バイがなんかマイク使ってなんか言ってて、僕に言ってるんじゃないだろうなって思って、しかと知ったらですね、あの信号で止まってた時にね、声かけてきて、え、僕みたいな、さっきの横断歩道完璧でしたよってなんかめっちゃあの爽やかな笑顔で褒められましたね。いやー、回しときゃよかったね。あらねえ、そういうとこだよな本当に僕はね、ねえ、白バイの隊員さんに声かけられるってちょっとね、あんまりね、やっぱりなんかやっちゃったのかなみたいなね。この間のあの富士山の近く走ってた時ねずっとパトカーに追っかけ回されたのもそうですしねそのね、相模原のあたりの、電光掲示板見たらもうね37度ですって。本当に暑い真夏日ですね。まあカバンの中にポカリ2本入れて走っておりますよ。でね、今日はあの箱根に行こうかなと思って、バイカーズパラダイスでね、また1時間レンタルをして確認したいことがあるなと。で、まあその箱根に行くまでのね、道すがら、この GSX-S1000 で初めてこうしてインスタ360をつけているんですね。
よいしょ、はい、どしみちです。ね、パトカーじゃない、あの白バイの隊員さんもね、いたのでね。よし、安全運転でね、あんまり気持ちよくなっても百歩をしないようにね、気をつけて走りたいと思います。ほんとね、ほとんど雲のない晴天ですね。まあとりあえず道志道で山中湖まで抜けて、そっから、須走のあたり抜けて、そのまんまね御殿場市内抜けて箱根に行こうと思っているんですけどもね。うん、平日なだけあって交通量少ないですね。回送回送ね、後ろにいないのはいいですねあんまりつっつかれないから、のんびり自分のペースで走りますね。で、そう、そのね、道すがらで、この間4月の21日に長ちゃんの自衛隊時代のね、元同僚である阿部純尉、定年で退官されたんで元安倍人民ですね、 R6 に乗っている、バイク野郎ですね。もう本当に初めてお会いした時からね、バイクの話で盛り上がっちゃって仲良くしてもらってるんですけど、那須のねモータースポーツランドっていうクローズドコースがあるんですよね。で、そこでイベント自体は21日から3日間と、金土日っていう曜日でやってたんですけど、そう、最初の日21日に、参加してきました。レッドバロン主催のね、試乗会みたいなイベントですね。ステップアップ支援試乗会みたいな、大型バイクを主に試乗できるイベントだったんですけども、クローズドコースなんでね、普通二輪免許があれば、大型バイクも乗れるという、本当に素晴らしいイベントでしたね。本当にね、現行の現行のね国内メーカーのオートバイが中心なんですけどもね。で、もちろん現行じゃなくてちょっと古いオートバイなんかもいろいろ試乗できたりしてね。で、3日間のうち唯一平日だったってのもあるかもしれないですけども、参加者がねすごく少なめでね、まあ幸い本当にほとんど並ばずにね、並んでも1人か2人ぐらい、もうそれぐらいのペースで、朝の9時ぐらいから、夕方の4時までもうたっぷりと好きなだけ乗れるっていうね、まあそんなイベントに参加したので、そのイベントのねお話なんかしようかなと思って、残念ながらねやっぱり他の参加者の人の
姿が映ってしまうと具合が良くないっていうんで、GoPro はご遠慮くださいって言われてしまったんで、まあ個人をね、判別できないようなカットでスマホでちょろちょろっと撮った映像ぐらいしか、多分ところどころで挟み込もうかとは思うんですけどもね。まあなのでお話だけということになってしまいますけど、いや本当にね、僕がこの S1000 に決定するまでね、こんなのどうだろう、こんなバイクどうだろうっていうふうにね、いろいろと考えていたその候補のバイク、ほぼ全部乗れたんじゃないかな。うん、いやそれぐらいね、乗れる車種がね、試乗できるオートバイのラインナップがね、素晴らしかったんですよ。最後まで悩んでいた車種ね、それがね、川崎の Z900 だったんですよね。 RS ではなくってストファイタイプの、無印の方ですね。で Z900 も現行の、まあ、新車みたいなモデルに乗れて、やっぱり一番気になったんでね、川崎プラザにちょっとね行ってまたがらせてもらったりとかしてたんですけども、実際エンジンかけて走るのはね初めてなんで、まあ、とても楽しみにしたんですけどね、真っ先に Z900 試乗させてもらいまして、いやそしたらね、恐ろしく乗りやすかったんですよね。同じこの S1000 と同じね4気筒で、まあ、900cc 950とかなのかな、ほとんどリッターなんですよね、排気量的にも。なのでキャラクター似てるのかなって思ったんですけど、なんというかね、この S1000 もものすごくマイルドでね、この低速のトルクでまったり走れるっていう意味でね、扱いやすい印象を僕は、まあ、しばらくこうやって乗ってて持ってるんですけども、それ以上にね、低回転域ね、まあこの S1000 も Z900 もそれは回せばね、ドカンと加速してあっという間にお星様になっちゃいそうな、そんなオートバイであることは変わりないんですけども、公道を走ってて普通に乗るっていうね、そういう意味においてはね、S1000 よりもさらに優しい穏やかなバイクだなって思いましてね、何よりね、ポジションはどうなのかな、ポジションはあんまり変わらないかもしれないですね。前傾の具合とかね。ただね、車体がこんなに
丸っとしてなくて丸々っとした塊ではなくって2グリップする余地があるというかね、あの S10 に比べるととってもスリムでね、スリムに感じて、で一体感がすごくあったんですよね。あと足つきも全然良かったですね、 Z900 で加速もね、ほんとまろやかでね、あの唐突なところが全然ないオートバイ。この S1000 はね、うっかりしてるとね、ちょっと唐突なところがあるんですよね。あのゴリッとしたパワーが、あの意識をしてないとゴリゴリッとパワーが出過ぎちゃうようなところもちょっとあるんですよ。その加減がね、 Z900 の方がちょっと穏やかな気がしましたね。より扱いやすいって言ったらいいのかな、変に調教されちゃってるっていうんじゃなくって、そのエンジンの特性自体が多分あの唐突さがあまりないというかね。からね、新型の S1000 と Z900 どっちを僕が選ぶかなって言ったら、多分 Z900 だったと思いますね。まあ、こんなに早く大型に乗ることになるとは自分でも思っていなかったんですけどね。仮に、まだ何に乗るか決めていなくって、で21日のイベントに参加してたとしたら、僕は多分 Z900 を選んでいたと思います。それぐらいね、最初の乗り出しからね、もうクラッチポンと繋いだ瞬間からね、ものすごく馴染むって思いました。いや本当ね、ちょっとショックなぐらいでしたね。それぐらい Z900 は僕にはぴったりしっくりきましたね。であとね、もう本当にいろんな車種に乗ったんですけども、その次に乗ったのがね、そう、スズキのね、出たばっかりの話題の新車 GSX8S ですね。S7 半の後継なんて言われてますけど、この GSX、ま、S7 半とか S1000 に比べるとね、まあもちろんパラツインなんでね、その分エンジンの幅が抑えられるんでしょうね。あのすごくスリムでね、あの2グリップものすごくしやすくって、あの乗った感じはね、本当Z900 にかなり近いなって思いましたね。であと姿勢はねすごく楽、あんまり前傾も強くなくってね、かといって変に立っちゃってるわけでもなくって、程よい前傾で
ものすごい自然に乗れる、そんなイメージでした。で、何よりね、エンジンのまろやかさね、振動が全然なくてつまんないっていうんじゃなくて、振動はちゃんとあるんですよ。ただね、角が全然なくてまろやかな振動ね、低回転からねパワーがすごくあって、まあ、トルクがあって、走り始めもすごく違和感ないし不安もないし、これは本当に乗りやすいなっていう印象でしたね。 8S は本当にね、キビキビ走ることもできるし、でエンジンはものすごく軽く吹け上がる感じ、回るなーっていう印象なんですよね。多分いい意味でも悪い意味でになるのかどうかわからないけども、あんまりね、あ、こういうバイクなんだっていうね、特徴をね説明、言語化するのがね難しい感じでも、すごくねいいバイクでしっくりくる感じでした。でね、すごくね見た目がかっこいいんですよ。ちょっとガンダムっぽいというか兵器っぽいというか、あれねかっこいいんだけど、僕がイメージするオートバイじゃなくてね、そこで自分が所有するかどうかっていう部分では、候補から外れてしまうんですよね。この GSX-S1000 の全モデルとかね、あと S7 半のルックスで、あの顔で、あの走りだったら、多分 Z900 と 8S っていうのをね同じぐらい、その僕の候補の中に最後まで残るオートバイになりましたね。まあ、それぐらいしっくりくる、もうずっと SR ばっかり乗ってた、中免ライダーね、普通免許でずっと乗ってきたけど大型は初心者っていうね、50歳のおっさんライダーでもね、またがってすごく安心感のあるオートバイでしたね。で、他にもね結構いっぱい乗ったんですよ。MT-09 の、ノーマルバージョンっていうのかな、何もついてない MT-09 と、あと、SP だっけか、足回りがちょっとね豪華なやつね、オーリンズのサスがついたりとかしてるやつね。MT-09 はその2種類乗ったんですけど、その残念ながら僕の腕とセンス、割と飛ばしたりとかコーナー傾けたりとか急発進とかってしない状況の中ではね、違いぶっちゃけ全然分かりませんでしたね。なので、まあ、MT-09 は MT-09 っていうね、くくりで僕は同じ感想を持ってるんですけど、言い方がねこれ正しいかどうかちょっと分かんないんですけど、 MT-09 ねでっかい SR だなって感じたんですよね。もちろんね、車体の剛性とかね、
あとあの足回りとかね、あの新しくて最近のバイクで、でしかも大型でね、で3気筒っていうね、全然 SR とは似てないんですけどね。ただやっぱりヤマハ同士だからのかな、あのハンドリングとかこう倒し込もうとする時の挙動、そういうものがね、あの SR と同じ乗り方で乗れちゃったんですよね。だからあの本当にパワーがあってキビキビ走るでっかい SR っていうイメージでしたね。 MT-09 もね、最初に出てからもう随分経つからね、すごく熟成されたんだろうなっていう風に感じましたね。いや本当に乗りやすかったですね。MT-09 ってこんなに扱いやすいバイクなのってずっと思いながら走りました。でその流れで、XSR900 ね、それもあの新型乗ったんですよね。あのバーエンドミラーのかっちょいいやつね。基本はね MT-09 と同じようにすごく乗りやすい SR チックな運転ができる大型バイクだったんですけど、 MT-09 よりもよりなんかね、ギュッとコンパクトに凝縮した硬い感じ、ソリッドな感じっていうのを受けましたね。でそう、XSR900 はねシートがちょっと硬かったかな。僕のポジションとかね、乗り方のせいなのかもしれないですけども、あの K がやったら遅いのか大行列になっちゃってるよ譲ればいいのに本当に気がついてないのかな。そう、シートはね、なんかこのシート木でできてるのかなっていうぐらい、まあ、大げさに言うとですけどね、うん、それぐらいシートが硬く感じてですね、これは長距離辛いかもなっていうふうに思いましたね。ただね、あのスタイルかっこいいですしね、見た目だったらね MT-09 よりも XSR900 の方が僕はすごく好きなんですけどね。あの安倍順位はね XSR900 やたらしっくりきたって何度も試乗おかわりしてましたね。もしかしたら次あのブドウ狩りのあたりでお会いするときに R6 から XSR900 乗り換えてるかもしれないですねその次に乗ったのはなんだっけな。あ、そうだ、もちろんね、あの GSX-S1000 の新型ね、新型とあと、S1000GT ね、あのフルカウルのツアラーモデルね、 S1000 のそれも試乗できましたね。で S1000 の新型の印象ね、こうまたがった感じ、足つきとかね、あとあのシートの感じとかニーグリップの感じとか、あとあのポジションとかね、ハンドルのポジションとか、その辺はね基本ほとんど変わんないというか全然変わんないのかな。ただね不思議なことにね、ちょっととニーグリップは新型の方がしやすいかなっていうイメージが、あのパッとまたがった時にね、S1000 で行ったんで、
まあ那須までずっと S 線乗ってね行って、で乗り換え、その新型に乗り換えたわけですから、違いがあると、まあ、割と感じ取りやすい状況ではあったんですよね。でその中であれ、なんかニーグリップしやすいなって感じたので、どこかね、あのタンクの形状とかね、その辺はあのブラッシュアップされていたのかもしれないですね。ただね、本当まあエンジンなんかも、エンジンもね一緒だしね、あのお天気がいいとこでゆっくり走ってると、もうずっとヒュン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 ファンが回ってね、ま、音も雰囲気も乗ってる時のねエンジンのこの存在感も、うん、全部一緒でしたね。で新型になってね、スロットルもあの電子制御になってね、で走行モードがついたりとか、トラコンがより細かく設定できるようになったりとか、そういうね、テクニカルな部分ですごく進化してるっていうのをね、それは分かりましたね。走行モードはね、まあ、やっぱりあの安全に走ってくれっていうことなんだろうけども、あの一番穏やかな C モードになってましたね。なのであのトルクはねすごくあるから乗りやすいですしね、この S 線とね、僕乗ってる旧モデルの S 線と、その発進のフィーリングとかね、あの加速とかコーナリングとか、そういうもののフィーリングは同じで、でよりその C モード、コンフォートモードかなで走ってると、あの穏やかな感じ、スロットルが若干その操作がね大雑把になってもあまりガックンガックン来ないような、ギクシャクしないような、そんな感じがしましたね。より調教されてるなっていうね。でそれはあの S1000GT も同じですね。ただ S1000GT はね、まあ、長距離だったら本当絶大な効果があるであろう、そのカウルね、僕はこの辺の、まあ、本当タイヤ周りのね、フロントタイヤ周りがカウルで隠されちゃって、足元が見えないのがあんまり好きじゃなくてね、それでカウル付きのオートバイもあんまり乗らないんですけど、まあそういう部分ね、やっぱりああカウルでっかっていうのと、あと若干やっぱりねフロント重いなっていう、コーナーとかでね切り返すときにね若干よいしょっていう感じがあって、まあ僕の好みからするとちょっとね重く感じて、うん、やっぱりカウルのあるオートバイは違うかなと。でね、その S1000 のこの旧型ね、それと新型どっちがいいかみたいなね、まあ、やっぱり比較するじゃないですか。僕の感じだとね、もうどっちも変わんないっすね。まあ、僕の言うことなんてね本当に SR ばっかり乗っててね、何十年もでつい最近大型免許取ったばっかのね初心者のザレ事ですからね、大して参考になるか分かんないんですけどもそう、まあ、そんな初心者のザレ事なんですけど、
新型もね旧型もね、エッセンどっちもいいバイクですね。でその走行モードとかねついてない分ね、まあ旧型の方が僕はだからなんだろうな、その自分の技量に応じた乗り方ができるかなっていうかね、変にオートバイ任せにしすぎないで、あの技量に応じて部をわきまえた走りをできるかなっていう意味では、あの電子制御てんこ盛りのね新型よりはこの旧型でね自分の技術を磨いていきたいなっていう風に感じてね、で、まあ、旧型で良かったんじゃないかなっていう風に思いますね。あと、8S でも言いましたけどルックスね、かっちょいい縦2眼のねガンダムみたいなあのルックスよりこっちのね顔の方が僕はもう大好きでかっこいいなって思うんで、うん、そういう意味でもね、あの S1000 まだ割と走行少ないね旧型とかね、うん、たくさんありますしね、やっぱり結構売れたオートバイなんですよね S1000 もね、これ旧型も弾がいっぱい中古も残ってるから、新型と旧型の 中古ねどっちがいいかなって悩まれてる方ね、旧型にしてよかったっていう風に思うやつが、まあ、ここに一人はいますよっていうことをねちょっとお伝えしたいなと思いますね。もちろんね新型も本当いいバイクでしたよS1000 ですからね、これのこれと一緒の、うん、あの走りやすいですしね。でそうそう、一つだけ新型で思ったのはね、やっぱ走行モードがついたりその電子制御なのかな、この S1000 最初に乗った時にねちょっと車に乗ってる車を運転してる感覚に近いところがあるなって感じたんですけど、その感覚がねより強くなってましたね新型で。あのオートバイを狩るっていうよりはなんか車に乗って運転するっていうそんな感覚ね、それはね多分運転のその疲労なんかね軽減するだろうしストレスも少ないんだろうし、何なんでしょうね、あの何がそう思わせるのかっていうのは、まあ、思い当たるのはその電子制御がたくさん入ったっていうことぐらいしか僕程度のね知識とかねあの感覚じゃちょっと思いつかないんですけどもね。少しクリアになったかな、ちょっとここまで平均速度が低くてお股が熱いんですよねちょっと速度域が上がってくれると助かるな。